どう？はい。おい。はい。ああ？はい。よう。ああ。はい。なに？はい。よう。え？おう。ああ。そんな。うん。よう。うん。
それっぽいやつはいねえな。兄貴、あいつらここいらのもんじゃねえぜ。独身連合の人間じゃねえか。見たことねえ面だな。アチアさん来る前にやっちまうか。なあ、どうせ連合のやつだろうからな。よし、行くぞ。おいこら、国信連合のもんがここに来るといい度胸じゃねえか。やってやるから、さっさと外出んかい。俺は忙しいんだ。あっち行ってゲームでもしてろ。神馬高校副番の今井兄弟をなめんじゃねえぞ。神馬高校、何しやがる、いきなりやろ。こいつなかなかやるな。いい加減にしろよ、小僧ども。うるせえ。お前ら国信連合に好きなようにさせねえ。覚悟しろや。ああ、俺は極光の番長だ。国信連合の人間じゃねえぞ。国信連合じゃねえだと？極光の番長、聞いたことねえか、ヨジ。あれか、国信連合と喧嘩してるっていう。すまねえ、てっきり連合の奴らかと思ってよ。お前ら、何やってるんだ。ハチヤさん。神馬高校番長、ハチヤ茂。心優しく、成績優秀。そして誰もが憧れる甘いマスク。それでいて、国信連合に完全と立ち向かうその姿は、男女を問わず、魅了してやまない。うん、あんたは極東高校の番長だ。あんたがあの、で、極光の番長さんがここに何しに来たんだ。国信連合は俺の敵だ。お前らには手を引いてもらいたい。はあ、何言ってんだ。いいから言う通りにしろ。おいおい、噂じゃ相当すげえやつだと聞いていたが、そんな筋の通らねえことを平気で言うバカ野郎なのか、お前は。お前ら程度じゃ国信連合には勝てねえよ。おい、お前には関係ないことだろ。おうよ、八谷さんは八谷さんの考えで動いてるんだ。帰るボケ。待て、陽一、陽次。おい、俺らじゃ勝てないだろ。どういう意味だ。てめえの体に聞いてみろ。てめえ、何が言いてえ。おい、小僧ども、今日で八谷は神馬高校番長から引退する。何わけわかんねえこと言ってんだ。八谷さんが引退するわけねえだろ。当たり前だ。俺がいなくなればこの神馬高校は陽一と陽次だけになっちまう。そうなれば奴らの手に落ちるのは時間の問題だ。引退はできねえ。国信連合は俺が叩き潰すんだ。弱っちいてめえらは突っ込んでろ。弱いだと？じゃあてめえだったら奴らに勝てるってのか。俺らより強いってのか。ああ、余裕だ。試してみるか。大した自信だな。そこまで言うなら勝負してやろうじゃねえか。マジっすか、八谷さん。おい八谷、俺が勝ったらきっちり引退しろよ。ああ。で、場所は？俺の学校で。こっちは俺と今井兄弟の3人だから、お前も3人でうちの学校に来い。そこでお前の実力見せてもらう。わかった。
らっしゃいませ。役者が揃ったな。勝負だ。俺がまず相手だ。そっちは島子の大竹や。気持ちはコッパみじんにしとる。兄貴、気をつけろ。こいつら相当強いぞ。そのようだな。気合い入れねえと。お前みたいな小僧の相手は俺で十分だ。Thank you.
ふぅ、手こずらせやがって。さすが兄貴、これで一生いっぱい。一生いっぱい。俺らで決着をつける。ああ、人生最後の殴り合い、じっくり味わえ。最後になるかな。これで終わりだ。もうやめて。ナオコ。まいったぜ。あんたは想像以上に強かった。アジア君、もうやめて。あとは、任せたぜ。ああ、安心して引退しろ。ハジヤ君。ヨウジ、ヨウジ。はい。俺は今日をもって陣馬高校の番長を引退する。あ、はい。ナオコ、いろいろ心配させてすまなかった。ハチヤ君、ありがとう。いや、そう呼んでもいいよな。ああ、ヨイチ、ヨウジ、今後から応援頼まれたら協力してやるんだぞ。はい。私、ありがとうございました。じゃあな。ハチヤさん。3対3決戦を制し、ハチヤを引退させることができた番長。この後さらなる激闘が続くであろう黒神連合との抗争に完全なピリオドを打つべく、番長は思いを新たにするのであった。田代、今日
緑東高校と島村高校、それから八谷のいる陣馬高校の件はどうなっている？それはとんでもねえ邪魔者がいまして。誰なんだそいつは？島高の怪獣か？いえ、島高の大竹以上のやつでして。大竹以上？誰だそいつは？極東高校の番長です。極高の番長？ほとんど極高はノーマークだったんですが、野郎そりゃものすごい強さでして、島村の大竹も陣馬の八谷も極高番長の下についたそうです。何？どうしましょう岩屋さん。ふん、どうするもこうするも、所詮島村の怪獣も陣馬の八谷も我々から見ればただのネズミでしかなかろう。ネズミが束になったところで我ら獅子に勝てるはずがない。ですよね。おい田代。はい。この件が総長の耳に入る前に極光の番長を始末しろ。そいつを潰せば島光も陣馬も我らの下につく。はい、どんな手を使ってでも極光の番長を潰してみせます。田代、万が一失敗したらどうなるか分かってるか？じゃあ行け。はい。倒し